YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回のミルチューブは江ノ島へ行きたい人がミルチューブです。小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅からスタートです。それではここから一緒に江ノ島へ行ってみましょう。こちらは江ノ電江ノ島駅です。江ノ電で来た方はここから一緒に行きましょう。
Thank you.
江ノ島に到着です。江ノ島の中にさらに進んで行ってみます。江ノ島神社の入り口に到着です。江ノ島神社や展望台はさらに階段を上った丘の上にあります。こちらは登山用のエスカレーターです。有料ですが、丘の上まで早く登ることができます。それでは頂上からの景色を楽しんできてください。いってらっしゃい。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはいろいろな場所をご案内するガイドチャンネルです。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。